よう、アリス。奇遇ですね。ちょうどお前に声をかけようと思っていたところです。例の妙技を習得することができたお礼をしたいと思っていたので。そういえば何かお礼してくれるって言ってたな。ええ、これから予定は？特にないよ。では私についてきてください。案内したい場所があります。ああ、アリスからのお礼か。さあ着きました。ここが目的地？何の変哲もない公園だけど、芝生の上で昼寝でもするのか？違います、そこの店です。へえ、屋台のアイス屋か。最近この店を知りました。お前はここの食品を食べたことはありますか？いや、そもそもこんな店があるなんて知らなかったよ。そうですか。それは案内した甲斐があるというものです。ではお礼としてここの食品をご馳走します。おお、楽しみだよ。待っていてください、私が買ってきます。なあ、ごちそうになります。アリスがアイス屋を紹介してくれるなんて想像してなかった。やっぱ女の子のだけあってスイーツには目がないのかな。それにしてもいろんな種類のアイスが置いてある。お待たせしました。さあ食べてください。なんだよこれ。見てわかりませんか？いや、何かわかるけど、量が多いというか、どの種類のアイスを選んでくるのかと思ったけど。さあお礼ですから遠慮しないでください。ありがとう。こんな積み重なったアイスをどうやって受け取ればいいんだ？私が持っていますから、お前は食べることに専念してください。ああ悪いな。それじゃあ、おお、うまい。それはくるみ味で癖になる味わいです。確かにな。その下の練乳キイチゴなる味は酸味の中にある甘さが素晴らしいです。へえ。あとは紅芋黒蜜なる味もなかなかです。それからぶどう味も悪くありません。おう、これだけ詳しいとはよほど気に入っているんだな。じゃあこっちの味は？待ってください。どうした？くるみ味の次にそれを食べたら味わいが台無しになってしまいます。え？私が進める順序で食べさせてあげます。さあ口を開けて。まずはこの抹茶漬け味というものからです。え、いや。どうしたのですか？お礼なのですから遠慮はいりません。アリスが思っている遠慮とは違うんだけど。美味しいですよ、後悔はさせません。じゃあ、うまいよ。では次はこの味を試してください。きっと気に入ると思いますが。これもうまい。私もこの味は好きです。それにしてもこんなに詳しいってことは随分通ってるみたいだな。そんなことないです。3回であそこまで詳しくなったのか？10回くらいかもしれません。でもそのくらい通いたくなる気持ちはよくわかるよ。ごちそうさま、満足させてもらったよ。喜んでもらえて何よりです。今回はお礼という形でしたが、ここのお店はお前たちにも教えたいと思っていました。アスナたちもきっと気に入ると思うぜ。でもみんなにも勧めたいだなんて、アリスが打ち解けたみたいでよかったよ。もしかして私の心配をしてくれたんですか？心配ってほど大げさなものじゃないけど、アリスと最初に会った時
警戒心が強かったからさ。あの時は状況が状況だったからです。普通に出会っていたらあんな反応はしていません。そうなのか。なぜ疑うのですか。本当です。私信じるよ。私が打ち解けたと言っていましたが、みんなが打ち解けられるようにしてくれているのです。お前の仲間はいい人たちばかりですね。俺もそう思うよ。みんなが受け入れてくれたことで私は安心できる場所を得られました。なのでそんな仲間のためにお前と習得した妙技を使おうと思っています。あ、そっか、バッファースキルを選んだのは。そうです。もちろんその中には警戒心で満ちていた私を受け入れてくれた。ありがとう、アリス。頼りにさせてもらうぜ。ええ、任せてください。